投資用のマンションで言うんであればになるんですけど、うちでワンルームマンションを売却するんだったら契約まで2週間で引き渡しまで1ヶ月から2ヶ月だから最短で1ヶ月半ぐらい見てもらえば、区分の投資用マンションだったら売れるって思ってもらっていいと思います。それ以上かかるよっていうものなんであれば、あんまりそれを専門的に取り扱ってるっていう会社さんじゃないのかもしれないです。